水仁天皇、菅原伏見統領廃所、宝来山古墳は奈良県奈良市天勝寺町にある古墳。形状は前方公園墳。実際の被葬者は明らかでないが、宮内庁により菅原伏見統領として第11代水仁天皇の御捧ぎに事情されている。全国では第20位の規模の古墳で4世紀後半頃の築造と推定される。奈良盆地北部、 奈良市街地から西方の位置に築造された巨大前方公園墳である。北東方では古社人古墳、先行山古墳などの巨大前方公園墳からなる先古墳群の築造が知られるが、宝来山古墳や周辺の小園墳も先古墳群南市群としてその古墳群中に含める説がある。文献によれば古墳はかつては宝来山とも称されたことや、桂2年には 洞窟があったことが知られる。明治以降は、宮内庁により天皇陵に事情されているため、これまでに本格的な調査はなされていない。噴径は前方五円形で前方部を南方に向ける。噴球は三段築成噴球町は227メートルを測るが、これは全国で第20位の規模になる。噴球表面では不規意埴輪の存在が知られる。 墳球周囲には鍵穴型の集合が巡らされており、集合を含めた古墳総長は330メートルにも及ぶ。集合の南東部は後世に拡張されているが、その際には外包みの一部が残され現在も小島として浮かぶ。主体部の埋葬施設は、江戸時代の洞窟を記す資料によると、縦穴式石室であり、内部には長持ち形石棺が据えられたとみられる。 出土品としては、宮内町最終資料として、円筒埴には、継承埴には等がある。この宝来山古墳は、宮内町最終の埴庭により、古墳時代前期の4世紀後半頃の築造と推定される。奈良盆地北部での巨大古墳としては、先良山古墳に後続し、先石塚山古墳、五社人古墳に先行する築造順序に位置づけられる。特に、 宝来山古墳の場合は、山東県の大王母と目されるほか、それまでの古墳と異なり、集合が同一水面で墳球を一周する。古墳としては、初期事例になる点が注目される。被創者は明らかでないが、現在は、宮内庁により、第11代水人天皇の御捧ぎに事情されている。なお宝来山古墳の古墳域は、後世に営まれた平城系では、 呂京の教育内に位置する。宝来山古墳の空中写真国土、交通省国土画像情報をもとに、作成東から望む、墳丘古墳の規模は次の通り。墳丘周囲には鍵穴型の集合が巡らされるが、同一水面での集合としては、初期事例になる。ただし、江戸時代の資料での集合は、左右対称に描かれる一方、現在の集合の前方部側南東部は外側に、 大きく膨らんでおり、これは後世に、考えのための拡張を受けたためとされる。集合内に浮かぶ小島は、もともとの集合外邸の一部と推測される。なお、現在の集合の水位は築造当時の水位より高くなっているとして、もともとの噴球町を240メートル程度と推測する説もある。宝来山古墳の実際の被葬者は明らかでないが、宮内町では、 第十一代水人天皇の御捧ぎに事情している。水人天皇の御捧ぎについて、古事記では、菅原の御立ちの中の所在とあり、日本書記では、菅原伏見領とある。また、俗日本記霊記元年上では、串見三領域名入彦伊佐知天皇領と記載し、守る領参考を当てると見える。演技式書領,領では、遠領の菅原伏見投領,領として記載され、超域は、 東西二丁、南北二丁で、両子に煙、主子三煙を毎年当てるとする。以上のほか、日本芸域では、犬飼宿根麻狼が、洛学の刑の勝目の三笹の北の助木の村に、居住する旨が記されるほか、東大寺洋六雑事章では、菅原伏見屋三両と記載される。その後、江戸時代の元禄元無料では、奈良武行所は、噴霊寮として、本古噴を、 水人天皇陵と報告しており、これが現在に踏襲されている。ただし、水人天皇陵や蛍光天皇陵が大和王県の発祥地ともされる奈良盆地南東部に位置するのに対して水人天皇陵が奈良盆地北部に位置するのは不自然であり、考古学的な築造順序も食い違うため、古事記、日本書記、演技式の時代にはすでに 水人天皇陵自体の初伝に錯誤が生じていたとする説がある。その説の中では、本古墳が水人天皇陵と想定された理由として、宝来山古墳付近を本願とした恥師と水人天皇の埴輪説話との関係が指摘される。なお、古事記、日本書記などでは水人天皇陵と安号天皇陵が類似する。 両名で記載されており、その暗号天皇陵を原料ではなく宝来山古墳近くの兵庫山古墳に否定する説もある。校内倍長飛び地合本古墳の倍長は、定かでなく、考古学的には伴わなかったものと推測される。宮内庁事情の菅原伏見統領の倍長は、校内倍長1カ所、飛び地倍長6カ所の計7カ所。詳細はそれぞれ次の通り。 以上のほか、宝来山古墳の公園部製法には作品された古墳跡が認められており、溝の検出や家型派には、比例付け円筒派にはの出土があった。そのさらに製法でも円形の地割りが残っており、そちらも古墳の可能性が指摘される。また以上を総合して、宝来山古墳の周囲には従属的な小型古墳群が存在したとする説がある。 所在地交通アクセス、周辺原点出店兵庫山古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。